日本プロ野球史上唯一の3000本安打を放ち、引退後には歯に衣着せぬ発言で物議を醸したこともある張本勲。今ではご意見番として長らく出演したテレビ番組も卒業し、自身のコラムや紙面などで活躍しています。今回の動画では、壮絶的なエピソードの多い生い立ちや野球人生を振り返り、3000本安打を放ちながら現在に至るまで一度も監督に就任していない謎についても迫ります。父と兄弟を亡くした壮絶な幼少期、1939年に韓国から広島に渡った両親のもとで生まれた張本。兄弟には2人の姉と兄がおり、太平洋戦争への道を突入していく日本で生きる朝鮮人家庭は差別され、張本一家も最低限の雨風がしのげるバラックのような家で過ごしていました。張本は4歳の頃、トラックを避けるためバランスを崩し、さつまいもを焼いていた焚き火に右半身から飛び込んでしまい、右手の親指、人差し指、中指以外の自由を失う大やけどを負います。張本はこの時のことを鮮明に覚えていると言い、トラックを避けて自分の体が火に飛び込む瞬間がスローモーションのように見えたと言います。そして5歳の夏に爆心地から約 2km の広島市段原新町で被爆し、張本自身は被爆の瞬間に母が覆いかぶさったことで大きな怪我などはありませんでしたが、長女は大やけどを負い数日後に亡くなりました。その後、終戦をきっかけに父親が朝鮮半島に戻り、生活基盤を整えてから一家も呼び寄せることになっていましたが、父親が帰国後、タチウオの骨が食道を突き破って急死し、母は張本を含めた子供3人の身を案じて日本に留まる決断をします。母は牛や豚の臓物を仕入れて自宅でホルモン焼き屋を始め、張本も子供の頃からよく店の手伝いをしていたそうです。体格の大きかった張本は小学校高学年になると、近所の子供たちを引き連れて歩く典型的なガキ大将となり、もうぞろぞろ連れて歩いて隣町のやつと鉢合わせになるとすぐに喧嘩になったもんですよ。私たちの時代は子供も大人もエネルギーが有り余っていたんですよ、と張本は振り返っています。張本は10歳の頃に野球を始め、右利きでしたが火傷の影響があったため利き腕を左に転向して左投げとしてプレーを行うようになりました。そして中学2年生の頃にはエースと4番を任されるようになり、広島県大会で優勝を飾るなど野球で実績を残し始めます。しかしこの頃の張本は野球よりも日々仲間と町に繰り出し遊び回ることが多く、盛り場では毎日のように喧嘩に明け暮れていました。この時のことを張本は、この時は荒れた生活をしていたね、仲間がやられたらその日のうちにやり返すために相手のアジトみたいなところに行ったりもしたし、刃物で腹を刺されたこともあったよね、と語っています。張本は当時のことを、声が大きいだの、目があっただの、とにかくなんだかんだ文句をつけ合っては喧嘩していた。私はスポーツも得意だったが喧嘩にも自信があった。当時の喧嘩は素手が基本、刃物を持っては男が廃る、いわゆる暗黙のルールというやつだ。喧嘩が終われば仲良くなれたし、スポーツの延長のような感じだった。そんなことで私の名は野球でも、そして喧嘩でも知れ渡るようになっていた、と振り返りました。この頃張本は広島との試合で遠征をしてきた巨人の選手たちの食事風景を見て、当時ではまだ貴重だった卵を丼に3つも4つも入れてご飯を食べているし、分厚い肉を焼いてステーキにしていた。これを見たらまだ子供だった私は野球って儲かるんだなと思いますよね、と高校入学を前にして野球で母に家を建てるとの目標を立てたのです。プロの道に進み大打者へと上り詰める、野球の道を本格的に志すようになった張本は、地元広島の甲子園常連校広島商へ進学するべく野球を続けました。しかし張本が進学したのは松本商業の夜間部。これには理由があり、中学3年生の冬、私は広島商工の練習に参加した。広商といえば甲子園の常連校、家からも近く環境的には申し分ない。
練習に誘ってくれたのは広小の部員で私より2学年上の山本和義さんだった。私は山本さんと面識があった。打撃練習を見た山本さんから二重丸合格だと言ってもらえたから、私はもう安心しきっていた。ところが数日後、学校から連絡があった。校風に合いませんので残念ながら不合格ですと。素行不良が原因で広島商工への入学に失敗していたのです。その後紆余曲折があり、母と兄が反対しながらも大阪の浪商工へと張本は転校します。これで高校野球に打ち込めると思っていた張本でしたが、浪商野球部はある事件が問題となり、1年間の対外試合禁止が言い渡されている状況。張本にとってはいきなり2年の春夏の甲子園に出場するチャンスを失いますが、よし、この1年でもっともっと力をつけて3年生になったら絶対に甲子園に出てやるぞと、これまで以上に必死に練習に取り組むようになります。当時浪商野球部には200名以上を超える部員がいましたが、練習の成果もあり、張本は2年ながらレギュラーとして認められる存在になり、3年を迎える頃には4番としてチームを引っ張る存在になっていました。やがて対外試合禁止処分が解け、浪商校は春の選抜出場がかかる秋季大会に出場し、なんとか近畿大会まで進んだものの2回戦で敗退します。それでもこの期間、張本は4番に座り、13試合で11本塁打を放つ活躍を見せています。そして、甲子園に出る最後のチャンスとなった3年夏の大会に向けて、張本はより一層練習に励むのですが、ここで張本は野球部の部長から、部員の顔を殴った犯人として、たった一人、休部命令が下されたのです。休部命令になった経緯は、顔を腫らした部員がいるとの報告が警察から学校に寄せられ、このままではまたチームが対外試合禁止の処分になると考えた部長が、張本個人が暴力を振るったこととして始末を図ったのでした。当時、張本と部長は犬猿の仲であり、厄介者の張本を休部させつつ、チームは夏の予選に出場できると考えた部長は、張本一人に全ての責任をなすりつけたのです。張本はこの出来事について、正直に言おう、私は部長の命を絶って、私も絶つつもりだった。私に全ての罪をなすりつけた部長への敵討ちだ。そうでもしなければ、この怒り悔しさを抑えることができなかった。間もなく81歳になる私だが、この時ほど悔し涙を流したことはない。泣いても泣いても涙が出てくるのだと、自らの命を絶つ決意を持っていたことを明かしています。思い詰める張本を踏みとどまらせたのは、チームメイトの山本厚夢の言葉でした。山本は、そんなことをしてもお母さんが悲しむだけだ、お前には野球があるじゃないか、俺はヤクザの道へと進むが、お前はプロへ行って3年必死に頑張ってみろ、それでダメだったら敵討ちでも遅くないだろと声をかけ、張本を諭したのです。ちなみに山本はこの言葉通りにヤクザの道へ進み、足を洗った晩年は画家に転身しています。張本は高校時代を振り返り、あの時の親友の言葉がなかったら今私はこの世にいない、そして張本勲というプロ野球選手も存在していなかった、甲子園の地方大会の時期が近づくといつも当時のことを思い出さずにはいられない、あまりに濃密な高校3年間、浪商工時代の思い出であると振り返りました。激動といえるプロ入り前の人生を送った張本は、1959年に東映フライヤーズに入団します。3000本安打の金字塔、しかし監督としての資質は、張本はプロ入り後に出会った松木健次郎打撃コーチから、打率も残せて、ホームランも打て、盗塁もできる完璧な打者を目指せとの指令があり、チームの中で誰よりも長い時間練習を行っていました。その成果はプロ入り2年目から発揮され、3割と2桁本塁打を記録し、その後は20年間にわたって100安打以上をコンスタントに放ち、プロ野球史上唯一の3000本安打を達成します。安打数に目が行きがちな張本の成績ですが、
本塁打は500本を超え、盗塁も300以上を記録しており、攻撃面に関しては史上最高の選手だったとの声が上がるほどです。これだけの偉業を残した張本ですが、現在に至るまで監督の経験が一切なく、臨時的な立場でコーチを経験したことはありましたが、シーズンを通してのコーチ経験は皆無です。張本は1年目の活躍を終えたイチローに対して、俺の記録を超えろと言い放つなど、選手の潜在能力を見抜く力には長けていたようです。張本への監督の要請自体は計4度ありましたが、いずれも契約に至っておらず、一度目はロッテの山内和弘監督の後任として要請がありましたが、打者として尊敬していた山内さんを押しのけて監督の座につくことは私の生き方に反すると誇示。二度目はその2年後にまたもロッテからの要請でしたが、この時期張本は野球評論家として幅広く活動しており、忖度なく意見を言う解説は世間からも人気者となっていました。さらに野球以外の交流も多くなっていたこともあり、張本はオーナーからの依頼に対してまだ半人前ですからと断りを入れます。するとオーナーからは、お前はいつになったらやってくれるんだと嘆かれ、自身の代役として稲尾和久を推薦しています。そして3回目の依頼については、次の依頼は日本ハムからだった。時期は忘れたが、大沢さんが常務をしていた80年代後半だったと思う。私は OB でもありありがたい話だったが、これも引き受けなかったと張本は語っています。しかし3度目の要請を断った件について、日本ハム側の関係者は、ギャラが合わなかったから張本さんは断ったんですよと話します。関係者によると、当時はバブル景気真っ只中で、張本は野球解説の仕事に加え、タレント活動に講演、さらには名球会からの仕事などを抱えており、年収にして1億円近くを稼ぎ出していたのです。当時の日本ハムは観客動員で苦戦しており、張本へ提示できた年俸額は5000万円と言われており、日本ハム側としては最大限の誠意を見せましたが、張本側からはこれでは話にならないと一蹴されました。そして最後の要請となったのは、またもや古巣のロッテからでした。有藤監督の後任を探している中で張本の名前が挙がりましたが、あることがきっかけでまたもや張本の監督就任は流れてしまいます。当時の経緯を張本は、そして最後となる4回目はまたもロッテだ、有藤監督の次を探し、私に白羽の矢が立って要請決定となったものの、オーナーが最後に相談した相手が悪かった。金田正一さんだったのだ。金田さんは、張本はやらないよと答えると、わしがやろうと自分がなってしまった。後日その話を聞いた私は金田さんに、私に聞きもしないでと詰め寄ると、どうせお前はやらないじゃないかと言われた。いかにも金田さんらしい。こうして4度の監督要請は全て実現しなかったが、可能性があったとすれば最後の4回目だったかもしれないと振り返っています。どこまで張本の話に信憑性があるか定かではありませんが、証言通りに有藤の後の監督に金田が収まっており、こうして4度あった監督要請を全て断ったことで、張本監督は誕生しませんでした。張本は監督要請を断った理由について、一つは選手兼ヘッドコーチを務め苦労していた時期を見た母から、監督を絶対にやらないでほしいと釘を刺されたことを挙げています。もう一つの理由に関して張本は、私自身監督というのは責任を持って選手を最後まで見るべき立場だと考えていたことだ、成績の良い選手は問題ないが、その一方で志半ばでユニフォームを脱いでいく選手たちがいる、その選手たちのその後の面倒、就職先まで見てやれるかと考えると私にはとてもできないと、引退後の選手の面倒を見ることができないとしています。張本は監督にならなかったことについて、後悔はしていない、それが私なりの生き方だったということだと語っており、もし仮に張本が監督要請を受けていれば、後に各方面に対して大きな話題を呼ぶご意見番への起用もなかったはずです。現在の張本はテレビなどへの露出は以前と比較して減っていますが、
新聞紙面での解説や自身のコラムで野球界に活を入れ続けています。今回は張本勲の壮絶な生い立ちと監督になれない理由について紹介しました。